皆さんこんにちは。おにぎりくんの日本語発音教室へようこそ。私はサチです。日本語の発音と口語の指導をしています。これから四字熟語について勉強しましょう。一世一代、一生のうちたった一度のこと、それくらい大切なこと。一世を一世と読まないように注意してください。いつかオリンピックの選手になって金メダルを取ることが一世一代の僕の夢なんです。一期一会、一生に一度の出会い、それくらい大切なこと。いちごの発音は果物のいちごと同じ発音です。私たちの出会いってまさに一期一会よね。どんな仕事も一期一会なんて考えてる余裕ないよ。一期一会は人との出会いだけでなく、仕事や場所などに対しても使えます。一字一句、ほんのわずかな文字や言葉、一つの文字と一つの句。一字も一句も短い言葉のことです。私は一字一句間違えないように手紙を書きました。一長一短、長所もあれば短所もあるということ。良いところと悪いところがあり、完全ではないこと。一長の発音は促音と長音が入っているので注意です。あのデパートの食品は新鮮だけど、一長一短で値段がとても高い。一喜一憂、状況の変化などちょっとしたことで喜んだり不安になったりすること。一憂は長音で読みます。彼女は彼のこととなると一喜一憂しやすい。一進一退、進んだり後戻りしたりすること。事態や病状が良くなったり悪くなったりすること。一進一退ではなく一進一退のように、一は即音になるので注意です。話し合いの状況は一進一退で、いまだに解決していません。一朝一夕、極めてわずかな期間、非常に短い時間のたとえ。一朝一夕ではなく、一は即音になるので注意です。
外国語を話せるようになるには一朝一夕の勉強では不可能だ。一念発起。それまでの考えを改め、あることを成し遂げようと決意し、熱心に励むこと。発起は発起と読まないようにしましょう。彼は体力をつけるため、一念発起して毎日トレーニングを始めた。一石二鳥。一つのことをして同時に二つの利益を得ること。一石ではなく一石のように一は即音になるので注意です。この仕事は楽に儲けられて頭が良くなる、まさに一石二鳥ですよ。一刀両断。物事を思い切って処理すること。ためらわずに決断すること。一刀は即音と長音が入っているので注意です。私の意見は彼に一刀両断で拒否された。一日千秋。一日がとても長く感じられること。非常に待ち遠しいこと。千秋は長音で読みましょう。あなたの帰りを一日千秋の思いでずっと待っています。一刻千金。ほんのわずかな時間でも千金にも値すること。楽しい時間はすぐに過ぎてしまうこと。一攫千金と発音が似ていますので間違えないように注意です。彼と過ごした時間はまさに一攫千金の思いがした。一生懸命。本気で物事に打ち込むこと。真剣に物事に取り組むこと。一生は即音と長音が入っているので注意です。彼は一生懸命働いてたくさんのお金を貯めた。一所懸命。命がけで物事に取り組むこと。一生懸命と意味はほぼ同じですが、一生懸命の方がよく使います。先ほどの一生との発音の違いに注意です。長音が入ると一生になり、なければ一所です。彼はいつも一所懸命に勉強しているふりをしている。一網打尽。犯人などをひとまとめに捉えること。
一毛の毛を綱の漢字と間違えないように注意です。その凶悪犯罪のグループは警察によって一網打尽にされた。一心同体、二人または多くの人が心を一つにして一人の人のように固く結びつくこと。一心の心は心です。漢字を間違えないように注意です。今期はチームが一心同体になって働いたおかげで前期より成績がアップしました。一部始終、最初から最後までの詳細な事情や内容、すべて。始終は超音で発音します。呪の音にも注意して発音してください。話の一部始終を聞いても彼は理解していなかった。終始一貫、最初から最後までずっと変わらないこと。一貫は一貫ではなく一貫と読むので注意です。終始一貫した社長の信念に多くの社員が感銘を受けた。一心不乱、何か一つのことに心を集中して他のことに心を奪われない様。一心は促音と発音のリズムに注意して読みます。彼女はもうすぐ試合があるので一心不乱に練習しています。一意専心、他に心を動かされずひたすら一つのことに心を集中すること。一意は長音で読みます。私は一意専心で仕事に取り組み必ず成果を出します。一触即発、事態が極めて緊迫した状況にあること。一触を一触と読まないように注意です。彼らの中は今にも一触即発の状態だった。危機一髪、一つ間違えば危険に陥ろうとする瀬戸際。一発を鉄砲などの一発と書き間違えないように注意です。火事になりかけたが危機一髪で助かった。心機一転、何かをきっかけにして気持ちがいい方向に変わること。心機を新しい意味の心機と書き間違えないように注意です。
来月旅行にでも行きませんか？温泉でも入って心機一転しましょうよ。千載一遇。千年に一度しか巡り会えないほど稀な機会、絶好のチャンス。千載を繊細と読まないように注意です。これは千載一遇のチャンスだ。絶対ゴールしてやる。二者択一。二つのうちどちらか一方を選ぶこと。択一を択一と読まないように注意です。彼は今時間を取るかお金を取るかの二者択一を迫られています。三寒四温。寒い日が3日続いた後、4日ほど暖かい日が来るという冬の天候のこと。春の訪れ。四は四と読まないように注意です。三寒四温の季節、どうぞ体調管理にお気をつけください。三日坊主。物事に飽きやすく長続きしないこと。またそのような人のこと。三日は三日と読まないように注意です。彼は習字の練習を始めたが三日坊主でやめてしまった。再三再四。繰り返し何度も、たびたび。四は四と読まないように注意です。再三再四注意しているのに、なんで治らないんですか？四六時中。一日中ずっと、いつも。四六は四六と読まないように注意です。四六時中一緒にいたのに、目を離した隙にいなくなったんです。四苦八苦。非常に苦労すること。大変な苦しみのこと。八苦を八苦と読まないように注意です。その問題に答えるため、三人で四苦八苦しながら考えた。ゴリ夢中。物事の様子や手がかりをつかめず、方針や見込みが立たず困ること。夢中は長音で読みましょう。今度の数学のテストの範囲はとても広い。何から勉強していいかわからずゴリ夢中だ。
点抜刀。苦痛のあまり転げ回ること、とても混乱している様子。抜刀は長音で読みましょう。七点抜刀するほどの頭痛のため病院に行った。八方美人。誰からもよく見られたいと愛想よく振る舞うこと、またそのように振る舞う人。八方を八方と読まないように注意です。あの子って誰に対しても優しいけど、なんか八方美人って感じ。十中八九。高確率で、ほとんど。八九を八九と読まないように注意です。十中は十中とも読みます。十中八九当たると思っていましたよ。百発百中。予想や狙いがすべて当たること。百発は即音で読みます。彼は射的の名人で、百発百中的に当たると言っていました。千差万別。種々さまざまの違いがあること。万を万と読まないように注意です。人の好みは千差万別なので、正解はありません。大同小異。小さな違いはあっても大体が同じであること。小を少ないの小と書き間違えないように注意です。あなたたち二人の意見は大同小異ですよ。大器晩成。本当の大物になるものは、世に出て大成するまでに時間がかかること。大器は大器と読まないように注意です。私は大器晩成タイプなので、今は寝ていても大丈夫です。大胆不敵。度胸が座っていて全く恐れないこと。大胆のんをしっかり発音しましょう。彼女の行動はいつも大胆不敵だ。大願成就。大きな望みが叶うこと。大願とも読みますが、大願の方が一般的です。彼は大願成就して、小さい頃からの夢だったパイロットになった。
会議明文。行動の拠り所となる道理。また、ことを起こすにあたっての根拠。大義を大義と読まないように注意です。彼は集中力の向上という大義名分のもと、ずっとテレビゲームをしている。心象膨大。小さいことを大げさに言うこと。小と膨は長音で読みましょう。彼は何でも心象膨大に話す癖があるようだ。自由自在。完全に自分の思う通りにすること。自由は長音で読みましょう。彼女はピアノを自由自在に弾くことができる。自画自賛。自分で自分を褒めること。がの漢字を間違えないように注意です。彼は自分の写真を自画自賛している。自業自得。自分の行いの報いが自分に返ってくること。業を行と読まないように注意です。一気に荷物を運ぼうとしたせいで荷物を落としてしまった。自業自得だ。自給自足。自分が必要なものを自分で生産して、それで満足した生活を送ること。給は長音で読みましょう。自給自足の生活って憧れる。自分で育てた野菜を食べるのっていいな。上位かたつ。会社などで地位が上の人の意見や命令をそのまま伝えること。上の人の意思決定に従うこと。かたつを下脱と読まないように注意です。私の会社は迅速な上位かたつが徹底しており、すぐに彼の採用が決まった。右往左往。混乱してうろたえること。右往と左往は長音で読みましょう。彼はどうしたらいいかわからず、右往左往している。不言実行。言葉に表さず、黙って実行すること。言は言と読まないようにしましょう。
あなたはまさに不言実行の人だ。不平不満。思う通りにならず心が穏やかでないこと。不満足。平は長音で読みましょう。あの人いっつも不平不満ばっか言ってるよね。不老不死。いつまでも年を取らず死なないこと。老は長音で読みましょう。この温泉は不老不死の湯と呼ばれています。半信半疑。嘘か本当か判断に迷う様子。半信半疑のリズムで読みましょう。私はその占い師の話を半信半疑で聞いていました。以心伝心。文字や言葉を使わなくてもお互いの心と心で通じ合うこと。以心の漢字を書き間違えないように注意です。あなたが一緒に行きたいことくらい以心伝心でわかりますよ。唯我独尊。自分が世界一優れているとうぬぼれること。天上天下唯我独尊が元の言葉です。彼はいつも唯我独尊で自分のことばかり考えています。油断大敵。大したことはないだろうと油断すると思わぬ失敗を招くことになるという戒め。大敵は大敵と読まないように注意です。どんな相手でも油断大敵で全力で勝負します。奇想天外。全く思いもよらないような奇抜なこと。奇想は長音で読んでください。いつも奇想天外なところから登場するのはやめてほしいんだけど。独立独歩。他人に頼らず自分の力で信じる道を進んでいくこと。独歩は即音で読むので注意です。迷った時は独立独歩の精神で自分の信じる方を選ぶ。独断専行。自分の判断だけで行うこと。専行の漢字を間違えないように注意です。
新入社員は独断専行せず、まずは上司に相談すべきだ。公明正大。指針を挟まず平等であること。正大の漢字を間違えないように注意です。裁判官に必要な資質は公明正大さだ。気色満面。いいことがあって嬉しさが顔に現れていること。気色を黄色と間違えて読まないように注意です。彼は明日が休日だと分かった途端、気色満面になった。言語道断。言葉に表せないほどあまりにひどいこと。もってのほか。言語を言語と読まないように注意です。犬を大と書くなんて言語道断だ。意味深長。表現内容の奥が深くて含みのある様子。意味深と略されることもあります。彼の意味深長な言葉は絶対に裏に何かあると思った。画殿飲水。自分に都合がいいように考えたり、物事を進めたりすること。自己中心的な考えという意味です。彼の意見は画殿飲水で、自分に都合のいいことばかりだ。正々堂々。恐れたり怯えることなく行動すること。正々堂々は全部長音です。あんなところで正々堂々寝るなんて勇気があるよね。優勝劣敗。強い者が生き残り、弱い者が敗れて滅びること。劣敗は即音で読みましょう。この世は優勝劣敗だ。強い者が生き残るんだ。適材適所。その人の適性や能力に応じて、それにふさわしい地位、仕事に就かせること。ビジネスでもよく使う言葉です。彼は最近部署を移動して、生まれ変わったように生き生きしています。適材適所は大事です。
有名無実。名は広く知られているが、知名度に対して実力や能力が伴っていないということ。有名は長音で読みましょう。最近新聞でよく見かける先生、この間セミナーに行ったけど大したことなかったよ。有名無実だよね。残念無念。非常に残念であること。んが多いのでリズムに気をつけて読みましょう。今まで積み上げてきたものがすべて崩れてしまった。残念無念だ。無我夢中。一つのことばかりに気を取られて我を忘れること。夢中は長音で発音しましょう。彼はゴールに向かって無我夢中で走った。無病息災。病気をせず健康なこと。無病は長音で発音しましょう。お客様の無病息災を願っています。また来てくださいね。相思相愛。互いに慕い合い愛し合っていること。相思と相愛は長音で発音しましょう。私と彼は相思相愛の中だと思う。疑心暗鬼。疑いの心があると何に対しても疑わしく感じること。暗は闇とも書きます。彼は今疑心暗鬼の状態に陥っている。因果応報。過去のどんな行いも自分に戻ってくるということ。応報は長音で読みましょう。いたずらばっかりしていると因果応報でそのうち痛い目に遭いますよ。喜怒哀楽。人間のさまざまな感情、喜び、怒り、悲しみ、楽しみの感情のことです。彼女はとても喜怒哀楽が激しい。絶体絶命。追い込まれて切羽詰まった状況であること。絶が2回ありますが読み方が違うので注意してくださいね。母が大事にしている皿を割ってしまった。
絶体絶命のピンチだ。異口同音。多くの人が皆口を揃えて同じことを言うこと。口は「く」と読むので注意です。彼らは異口同音に「犯人はお前だ」と言った。順風満帆。物事が極めて順調に進んでいる様。プーとパンの読み方に注意です。彼らは順風満帆な結婚生活を送っています。魑魅魍魎。人に害を与える化け物の総称。私欲のために悪巧みをする者のたとえ。魍は長音で読みましょう。魑魅魍魎の世界に自ら飛び込んではいけない。牛飲馬食。大量に飲み食いすること。牛は長音で読みましょう。昨日は美味しいものがたくさんあったので牛飲馬食してしまった。馬耳東風。他人の意見や批評に注意を払わず聞き流すこと。東風は長音で読みましょう。彼には何を言っても馬耳東風だ。試行錯誤。一度失敗しても何度も繰り返し適切な方法や結果を得ること。試行は長音で読みましょう。試行錯誤の末やっと新しい薬の開発に至った。優柔不断。決心がつかずなかなか決断しないこと。優柔は長音で読みましょう。いい物件があったが優柔不断で決めきれない。五越同舟。仲の悪い者同士が同じ場所に居合わせたり共通の利害のために協力し合うこと。同舟は長音で読みましょう。五越同舟で今は喧嘩している場合ではない。二人で問題を解決してください。利害得失。利益と損失、儲けと損。
利害も得失も得と損のことです。利害得失のことばかり考えていると、いつまでも解決しないよ。三子水明。自然の風景が清らかで美しいこと。明は長音で読みましょう。湖から見える景色はまさに三子水明です。晴天白日、青い空と輝く太陽のこと。少しの疑いや隠し事もないこと。疑いが晴れること。晴天の漢字を間違えないようにしましょう。彼は晴れて晴天白日の身となって胸をなで下ろした。電光石火、動作が極めて速いこと、素早いこと、短い時間。電光の漢字を間違えないようにしましょう。彼女は指示を聞いた途端、電光石火のごとく仕事をした。波乱万丈、物事の変化がかなり激しいこと。さまざまな苦労や出来事がある変化の激しい人生のこと。万を万と読まないように注意しましょう。その芸能人の波乱万丈な生涯に思わず涙してしまった。自然淘汰。生物は自然の状況、環境に適したもののみが残り、そうでないものは滅びるということ。淘汰は長音で読みましょう。この間、珍しい蝶を見た。昔はよく見かけたそうだが、自然淘汰の末、少なくなった。弱肉強食。強い者が弱い者を滅ぼして繁栄すること。強い者が常に勝ち残る世界ということ。強食は長音で読みましょう。スポーツの世界も弱肉強食。友達だからって手加減しません。悪戦苦闘。困難な状況の中で苦しみながら努力したり戦ったりすること。苦闘は長音で読みます。強風に悪戦苦闘しながらやっと目的地にたどり着いた。起死回生。
滅びかかっているものを再び元に戻すこと。改正は長音で読みましょう。昨晩の試合は絶体絶命の状態から起死回生して逆転した。孤立無援。一人ぼっちで誰も助けてくれる人がいないこと。無縁の漢字を間違えないように注意です。彼は孤立無援の状態に自らを追い込んで修行している。臨機応変。その場に応じて適切な手段を取ること。応変は長音で読みましょう。その会社の受付は臨機応変に対応してくれたのでとても助かった。粉骨砕身。力の限り努力すること。一生懸命働くこと。粉の漢字を間違えないように注意です。御社のために私は粉骨砕身頑張ります。辛抱遠慮。将来のことまでよく考えて周到に準備をすること。辛抱は長音で読みましょう。彼は辛抱遠慮の人だからリーダーにぴったりだ。古今東西。昔から今まであらゆる場所で。東は長音で読みましょう。彼ほど白米について詳しい人は古今東西見たことがない。日進月歩。絶えず進化すること。進歩の度合いが急速であること。にとげは促音で読みましょう。携帯電話は日進月歩の勢いで日々進化し続けている。単刀直入。いきなり本題に入り要点をつく様。刀と入は長音で読みましょう。恐れ入りますが単刀直入に申し上げます。前代未聞。今までに一度も聞いたことがないこと。非常に珍しいこと。門を文と読まないように注意です。今日は異常に暑い。こんなの前代未聞だ。
支離滅裂。一貫性がなく、まとまりがないこと。支離滅裂の発音のリズムに気をつけましょう。彼の話はいつも支離滅裂で、何を言っているのかよくわからない。流頭だび。はじめは勢いがいいが、終わりは勢いがなくなること。流は長音で読みましょう。ゴールまでまだまだだよ。流頭だびだね。最初の元気はどこに行った？春夏秋冬。春、夏、秋、冬の四季のこと。春夏秋冬のリズムに気をつけて発音してくださいね。日本には春夏秋冬があります。どの季節も好きですが、私は秋が一番好きです。心象筆伐。功績に対しては賞を与え、罪を犯した者には必ず罰を与えること。賞は長音で読みましょう。彼の会社は心象筆伐がはっきりしている。今期は成績が良かったので、ボーナスが倍になったらしい。無味乾燥。物事に何の味わいも面白みもないこと。乾燥は長音で読みましょう。あの漫画読んでみたけど、なんか無味乾燥って感じだった。才色兼備。優れた才能と美しい容姿の両方を持っていること。主に女性に対して使います。彼女は才色兼備だと言われていますが、見えないところで人一倍努力しています。多事多難。事件が多く困難が絶えない様。多難のんをしっかり発音しましょう。おみくじを引いたら、今年は多事多難の一年と書いてあった。気を引き締めよう。暴飲暴食。度を越して大量に飲んだり食べたりすること。暴飲と暴食は長音で読みましょう。暴飲暴食した次の日は必ず胃が痛くなるので、いつも胃薬を飲みます。
本日のお話はここまでです。もしこの動画が面白いと思った方は、ぜひいいねボタンを押して教えてくださいね。そしてもっと勉強がしたい方は、おにぎりくんのサイトもご覧ください。日本語の発音と会話練習用のアプリもダウンロードできます。また、個別指導をご希望の方は、そちらからお問い合わせくださいね。これからも一緒に頑張りましょう。